コロナウイルスの状況下でございまして、またこの前は暴動まで起きました、そしてその前のですね、警察の事件というのがあったわけでございますね。これはロイドさん、だけではなくて何件かございました。まあそのような状況の中でこの怒りのレベルが上がっているということを見ることであります。そのような報道もなされていることでございますが、怒りを感じるというときになぜこんなに怒っているのか、それもわからないという、まあ、そのような状況の中に私たちは置かれているのではないかと思います。まあ、それらの中で私たちはどのようにこの怒りというかですね、気持ちがコントロールされていくべきか、御言葉からさらに学んでまいりたいと願っておることでございます。まあ、怒りというのは男性も女性も感じるわけでありますが、調査によりますと男性の方が回数が多いということですね。女性は週3回、男性は週6回、平均で怒りを感じるそうです。女性は人に対して怒りを主に感じて、男性は主に物に感じるそうですが、機械の故障とかですね、まあ、そういう違いがあるようでございますけれども、またシングルの方の方がこの結婚している方々よりもですね、より怒りを感じるという調査もありますね。また、まあ、男性は肉体的に、ね、この怒りを表すというようなこともあります。また家庭でですね、特に怒りが多いと、そういうことも言われるわけでありますね。で、このようなコロナウイルスの状況下で、まあ、より皆さんがですね、家庭にいらっしゃる。そういう中で、この、よりですね、またレベルが上がっていくという、そういうことが、まあ、当然起こり得るわけでございますね。まあ、そういう中で、私たちはどのように怒りをコントロールしていくのか、やはり学ぶべきではないでしょうか。日本では割と、そういう怒りのコントロールということは最近になるまで、学ばれていなかったと思います。特に、明治時代から無封建社会が続き、まあ最近はですね、少し変わってきておりますが、まあ、やはりお侍さんの伝統とかそういうものもあると思うんですね。最近は時代劇を見ても、21世紀の龍馬とかですね、なんかだいぶ現代的に何か変わってきているような感じがしますが、しかし大正時代ぐらいに作られた時代劇を見ますとですね、誠にこのリアルですね、こういう中で生活していたのかと、そのように思わされることありますが、しかし本当にこの気持ちをコントロールする、特に一番激しく出るこの怒りの感情をコントロールするということがいかに大切であるかということを思わせられます。イエス様に一番近しい弟子たちであったヤコブとヨハネ、彼らもイカズチのことを言われてですね、癇癪持ちであったんですね。ところが、まあ彼らも恵みによって変えられました。ヨハネは90代ぐらいまで生きたようですが、互いに愛し合いなさいと、いつも晩年は言っていたと。いうことが伝えられております。まあ、怒りというのもですね、別にいつも悪いだけではないんですね。もちろん自分中心の怒りでありますと、それは罪であり、良くないわけでありますが、しかしまた正義の怒り、不正に対する怒りというのもあるわけですね。あるいは愛のゆえの怒りというのもあります。愛する人が襲われたとかですね、そういう時には怒りを感じるわけですね。しかしまた人間はこの怒りを完全にコントロールすることができません。人間は不完全であります。神様は完全なお方でありますので、神様は怒りを感じるお方でありますけれども、まだ完全にそのことをコントロールなさるお方でありますね。
最後の審判の時には神様の怒りが注がれます。でも神様はご自分の怒りを完全にコントロールしておられるお方であります。しかし人間に神様ご自分の形にですね、作られて怒りの気持ちを、また気持ちをですね、与えてくださいましたけれども、この気持ちを完全にコントロールするということができません。この、堕落のゆえでもありますけれども、不完全な人間は完全にコントロールできません。怒りに流されてしまうということがあります。そうすると、良いきっかけであってもですね、悪い結果になってしまう、台無しにしてしまうということが往々にしてあります。この前の暴動ですね、それもそのようなことであったことでありますが、という私たちはですね、しかしそのような不完全な中にあって、どのように神様の恵みによってできるだけ守られていくか、そのことを今日の言葉から覚えさせていただきましょう。まず第一にですね、私たちが覚えるべきこと、それは怒りをコントロールすることに決めるということですね。コントロールすることに決めるということです。で、この怒る人というのはですね、いろいろ悪い結果が出るということが箴言にも出ております。箴言29章を見ますと、このように書かれております。怒る人は争いを起こし、憤る人は多くの罪を犯すと言われております。まあ、皆さん、どうなさいますか？怒ると争いが起きる、あるいは多くの罪を犯すということが言われているわけです。まあ、箴言の真ん中ぐらいをちょっと見ますと、まあ、よく箴言では対比のですね、表現が出てまいります、ね。そういう形で出てまいりますが、14章には、怒りやすい者は愚かなことを行い、賢い者は忍耐強いと出ております。愚かなことを行ってしまう。あるいは同じ14章の少し後では、怒りを遅くする者は大いなる悟りがあり、気の短い者は愚かさを表す。そのように言われております。愚かさを表してしまうというですね。さらに次の章の箴言15章では、憤りやすい者は争いを起こし、怒りを遅くする者は争いをとどめる。これも同意なさいますか？ね、もう本当にですね、私たちはこの怒る場合にいろいろなですね、悪いことが起こってくるということを見ます。箴言11章を見ますと、自分の家族を苦しめる者は風を所有とするということが書かれております。家族の中でね、一番怒りが現れやすいということですけれども、家族の中で怒りを表す場合には、一時的にはですね、良いように見えても、結果的にはやはり悪い結果になりますね。家族がバラバラになってしまうということもあります。風を所有とすると、そのように言われておりますが、また子供が親の振る舞いを見てですね、自分が大きくなった時に同じように振る舞ってしまうということもあると思います。まあ、怒り方を学んでしまうと言いますかね。そういうこともあり得るわけです。まあ、しかし、怒り方を学ぶということはですね、学んだということは、また学び直すということもできるわけでありまして、ぜひ御言葉から学び直していきたいということを願うございますね。箴言の29章を見ますと、愚かな者は怒りをことごとく表し、知恵ある者は静かにこれを抑えると言われております。知恵ある者は静かにこれを抑える。つまり怒りというのは
コントロールできるということが言われているんですね。皆さん喧嘩をしていると最中にですね、電話がかかってきて、その電話に出たことがおありになりますか、ね、怒りはコントロールできるんですね。まあ、静かにこれを抑えると言われておりますが、まあ、事前にですね、私たちはそのようなコントロールの仕方を覚え、備えておくことが大切であると思います。まあ、怒りをコントロールすることに決めましたらですね、まず私たちが覚えるべきことは、反応する前に考えるということですね。反応する前に考える。ここで一つ大切なことは、アルコール類はこういう場合特に避けるということですね。箴言20章を見ますと、酒は人を欺けるものとし、濃い酒は人を暴れ者とすると言われております。アルコール類はですね、この考える前に反応してしまうというふうにさせてしまいがちでありますね。ですから特にこういう状況の中では避けるようにしたいことであります。先ほど読みいただきましたテキストの全般をですね、もう一度読みいたします。ヤコブの手紙1章19節から。愛する兄弟たちよ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。人の怒りは、神の義を全うするものではないからである。まあ、この文脈を見ますと、神の御言葉のことが特に言われているんですね。ですから、第一義的な解釈としましては、御言葉を聞くに早くありなさいと。いうことですね。そしてまた、御言葉を語るに遅くありなさいということです。よく備えて語りなさいということですね。そして、御言葉に怒るというようなことがもしあるならば、それは遅くあるべきであって、そのような怒りは神の義を全うするものではないということが言われているわけでありますが、まあ、しかしですね、このお言葉を見るときに私たちはこれは、一般的な原則であるということ、誰でもうなずかれるのではないでしょうかね。ヤコブ自身もこのように言っておりますね。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきであると言っております。人はすべて、ね、すべてのことにおいて、怒るに、ね、遅くあるべきであり、またそのためには聞くに早く、語るに遅くありなさいということです。聞くに早くありなさいという、まあそういうことでございますが、まず聞いてあげるということですね。相手の人が怒っている場合に、私たちが聞いてあげているとですね、それは愛の表れになります。ですから相手の人も落ち着いてくるわけですね。また自分が怒りの感じを覚えている場合にも、聞いていってあげていると、怒りが静まってくるという面があります。相手の人をよりよく理解していくことができるんですね。まあ、理解ある人になっていくことができます。そういう意味で静まってまいるのであります。まあ、怒りの背後にはですね、大抵不安というのがあります。不安な人は怒るんですね。不安な人は気が短いです。不安定な気持ちというのは怒りになりやすいんですね。そしてその不安定な気持ちというのはどこから来るか。それはまず葛藤、フラストレーションというのがあると思います。なんだかわからない、ね、こんがらがっているというのはね、そういう時に、ね、不安になりやすい。また、恐れがあるときですね。それは不安になります。さらにまた、過去に傷がある場合ですね。傷がある場合には不安になります。まあ、ある場合には、非常にですね、特殊に、また、
専門家とかですね、あれ専門医の特別な対応が必要であるという場合もあります。特殊な場合がありますが、しかし一般的にはですね、私たち、その傷を聞きながら、それに対応していってあげることができる。そういうことがあるわけでありますね。まあ、クリスチャンもみんな傷ついてきました。そしてそこから神様の恵みによって癒されたんですね。癒されてそれが証となって、そして同じような傷の中を取っている人、そういう人への奉仕ができる、証ができる、そういうものに変えられていることであります。ですから、この聞いていくときにですね、私たちそのことをよりよく理解し、またよりよく助けてあげる、使えてあげることができるようになるんでありますね。ペテロもそうでありました。彼はイエス様を三度否んでしまうというようなね、大変な失敗を犯しましたけれども、そのような失敗を犯したって彼は泣いて悔い改めてね、お祈りをしましたが、復活なさった後でイエス様が現れてくださって、そしてあなたは私を愛するかと三度お尋ねになりましたね。三度ペテロはイエス様を愛していることを確認させていただいた。そしてその後兄弟たちを力づけることができました。彼は初代教会が生まれたペンテコステの日に、まあ、説教者としても建てられたわけであります。まあ、ペテロはですね、この傷ついた時にもイエス様によって回復していただき、そして逆にまた奉仕のね、使命が与えられて、そのようにその奉仕を全うしていた人物であります。イエスはもう最初からそのことが起こる前からご存知だったんですね。ルカによる福音書22章を見ますと、私はあなたのために祈った、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は全部ご存知でいらっしゃる、ね、もうその前から全部ご存知でいらっしゃった。そういう使命を私たち一人一人に与えてくださって、決して私たちの過去の経験、過去の苦しい経験、あるいは傷も無駄にはなさいません。それを癒してくださった。そのことを今度は私たちの奉仕の証に用いてくださることでございます。私たちは聞くに早くありましょう。耳も二つあってですね、口は一つです。ですから、話すよりもね、聞く方を二倍にしてきた方がよろしいんではないでしょうか。まあ、聞きながら、相手の人の傷、それもね、理解しながら、まあ、聞いてあげる。そういうことがまた幸いでありますね。助けてあげることができるようになります。また2番目でありますけれども、語るに遅くということがありますね。語るに遅くありなさい。これは大切なことですね。いにしえの生徒も怒りを感じていたら語るなと言いました。怒りが静まってから語りなさいと言いましたね。言葉のコントロールというのも、怒りのコントロールの大切な面であります。言葉をコントロールしていけると、怒りもコントロールしていくことができます。ダビデは詩編141編で、このように祈りました。私の、この唇、私の口に、この見張りを置いてください。私の唇の戸を守ってくださいと、そのように祈っております。まあ、そのように、見張りが置かれるように、あるいは、この唇の音が守られるようにというね、そのような祈りをしながら、言葉が守られていくことね、それを私たちも心がかけさせていただきましょう。祈ってまいりましょう。語るのには遅くしていくことですね。語るに遅くしていくと、また考えることができます。そして、自分はなぜ怒っているのか。なぜ自分はね、それの気持ちを持っていて、何を求めているのか、そのことを考えることができます。そしてその求めているものが何かが分かれば、どのようにしたらそれを得ることができるだろうか、そういうことを考えていくこともよろしいです。怒ってですね、それを得ることができるとはちょっと思えないですね。怒ってはそのことを得ることはできません。そのものを得ることはできません。何を求めているのか、それを考えて、
そしてそれを得るにはどうしたらいいか考えることです。そうすると怒ることではなくて、もっと良い方法があるということが分かってきますね。怒りがコントロールされてきます。まあ、そういうことで、聞くに早く、語るに遅く、ありましょう。そうすると、怒りがコントロールされてまいります。さらにですね、反応する前に、考えることの次には、怒りを解く、あるいは怒りを鎮めるということですね。怒りを鎮める。エペソ人への手紙の4章26節というところを見ますと、怒ることがあっても、罪を犯してはならない。憤ったままで、日が沈むようなことがあってはならないと。そのようにパウロが進めております。先ほども触れましたけれども、人間は不完全でありますから、怒りは最初は良い理由だったかもしれない。しかし、流されると結局台無しにしてしまいます。ですから、あれ、罪を犯さないようにコントロールしていくことですね。それが大切だ。そのためには怒りを鎮めていく。先ほども箴言にありましたように、知恵ある者は静かにこれを抑えるんですね。コントロールしていくことができる。一日が終わる前にもう静まっているようにしていくということがあります。どのようにして怒りを鎮めることができるでしょうか。無理やり押さえつけるんでしょうか。あるいはあるのに怒りの気持ちがあるんです。無視するんでしょうか。そういうことをしていますと、だんだん溜まってきて、結局爆発してしまったりですね。あるいは体にも出てくることがあります。怒りはですね、気持ちがある場合には告白することですね。言い表すことです。で、この自分中心のですね、悪い怒りであれば、これ罪として告白することができますね。神様すぐに全く許してくださいます。また、この私たちはですね、怒りの気持ちがあるときにそれを認め、先週もその気持ちを認めるということに触れましたけれども、それを言い表していくときに、この癒されていくということがございましてですね、AA のグループもそういうようにして、アルコール中毒から癒されていくということもご紹介しましたが、まあ、そういうことで、私たちですね、この言い表す、認める、そういうことで、この心を静めていくことができます。怒りの気持ちも、まあ、コントロールされていくのでありますね。神様がコントロールしてください。また、周りの人もですね、助けてくれることができるようになります。もちろんですね、私は怒ってますと言ってですね、他の人を何か怒鳴ってですね、威嚇するために言うんではなくてですね、柔らかく言うことですね。できれば客観的な感じで言うことですね。私は怒りを感じています。箴言のですね、15章というところを見ますと、柔らかい答えは憤りをとどめるという言葉もありますが、柔らかく語るとですね、よろしいですね。私は怒りを感じます。まあ、もっといい言葉ですね、その怒りの気持ちを言うよりも、その原因となっております、先ほど申しました不安とかですね、不安定な気持ち、それをですね、正直にこう言うということね、それがよろしいですね。あるいは、まあ、そのまた背後にあります、まあ、葛藤とかね、フラストレーション、あるいは恐れですね、あるいは傷、そういったもの、傷つくとかですね、まあ、そういったことを言うことができるのではないでしょうか。そちらの方がより、まあ、もし人の前で言う場合には受け入れられやすいと思いますけれども、とにかく自分の気持ちを認めですね、怒りがコントロールされていくようにする。神様の前に告白してですね、コントロールしていっていただく、まあ、そういうことをさせていただきたいことでございます。またですね、怒りを鎮めるためには告白することとともに、また思いを新たにしていくということがあります。ローマ人への手紙の12章の2節を見ますと、
心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきであるとパウロが勧めました。心を新たにするということですね。で、ここで言われている心という言葉は気持ちという言葉ではなくて、むしろですね、これ直訳しますと思いですね、あるいは考えです。パウロはここで考えを新たにしなさい、考えを変えなさい、つまり悔い改めのことを言っているんですね。この世と調子を合わせてはいけません、このように習ってはいけません、ね、考えを変えなさい、考えを新たにしていくということです。神様の御旨に対する思い、それを変えなさいということですね。何が神の御旨であるのかという、そういう思いを変えなさいということですね。何が良いことであるのかという、その思いを変えなさいということですね。何が神に喜ばれることであるのかという、その思いを変えなさいということです。その思いを変えるということは聖霊様が助けてくださいます。そして私たちを作り変えていってくださるのでありますね。イエス様に似たものの、イエス様に似たものになるようにいよいよ変えていってくださるんですね。聖霊様が助けてくださいます。そして何が神様に喜ばれることであるのか、何が良いことであるのか、そういうことをわきまえ知っていくことができるようになります。思いを新たにしていきましょう。そのことによって私たちは怒りを鎮めていくことができます。思いを変えていきますと気持ちが変わってくるんですね。気持ちが変わってきますと行いも変わっていきます。ですからまず思いを変えるということ、そうすると気持ちも変わる、怒りもコントロールされます。まあ、そのことをぜひ覚えていっていただきたいと思いますね。怒りをできるだけ沈めるようにいたしましょう。一日が終わる前に沈まるように、そのために告白し、また思いを変えるようにしていくということですね。御言葉に導かれて思いを変えてまいりましょう。また、反応する前に考える、そして、怒りを鎮めるということとともに、次のことは、最後のことは神様の愛を求めるということであります。神様の愛を祈り求めていきましょう。第一コリント13章愛の章では愛は苛立たないと言われております。神様の愛は苛立たないんですね。ですからこの神様の愛に満たしていっていただきましょう。またローマ人への手紙の15章5節から見ますと、パウロがこのように祈っております。どうか忍耐と慰めの神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、こうして心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を崇めさせてくださるようにと、そのように祈っております。私たちはキリストイエスとの関係が大切なんですね。キリストイエスに習って互いに同じ思いを抱いていくことができます。愛、イエス様の愛を抱いてそれを表していくことができます。また忍耐に、また一致に、平和に導かれていきます。心一つにし声を合わせて神様を礼拝することができるように導かれます。イエス・キリストの関係を大切にしていきましょう。そしていよいよですね、まあ、それをして、この忍耐深くですねまた導かれますけれども、ぜひですね、
そのイエス様との関係を保ち、また深めていくね、そういう私たちであらせていただきたいと思いますね。さらにですね、御霊の実は愛であるとも言われているんですね。御霊の実は愛です。さらにガラテヤ人への手紙5章の22節23節を見ますと、その後に8つの実が出てまいりますが、それはみんな愛に含まれる実でありますね。平和、寛容。寛容というのは忍耐ということも含まれている言葉であります。恵み深くあることですね。そしてまた柔和、自制、セルフコントロールですね。愛にはそういうことが皆含まれております。そういう御霊の実を御霊が結んでいってくださるんですね。私たちが御霊に心を明け渡し、御霊にお従いしていきますときに、御霊ご自身がそのような実を結んでいってくださいます。ぜひそのような実に満たされていく私たちとならせていただきたいことであります。ダビデはこのように祈りました。詩編51編に出ておりますが、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと、そのように祈っております。それを私たちの祈りともさせていただきましょう。神様は私たちのうちに清い愛の霊を作ってくださったんですね。そしてまた新しい正しい愛の霊を満たしてくださるお方であります。いよいよ神様に、神様ご自身の愛を祈り求めていく私たちであらせていただきたいと思います。一言ご一緒にお祈りをいたしたいと思います。父なる神様、今日は気持ちをコントロールすることについてまた学んでいただきました。どうぞ以前そのようにしませんでしたことをどうぞ許してください。どうぞ私たちがいよいよ反応する前に考えることができますよ。また光を沈めることができますように、告白をし、また思いを新たにすることができますように、助けてください。あなたの愛に心を開いて、あなたの愛に満たしていっていただくことができますように、いよいよイエス様に似たものに変えていってください。またこのような状況下にあります。どうぞ私たちをまたただの状況、将来的なことに対しても備えられることができますように、いよいよ導いてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。